川端です。よろしくお願いします。今回はですね、慶応義塾高校の問題です。問題をね、説明します。円がありまして、ABCD は正方形になっています。この F と G でちょうど接していて、円の半径は1です。その時の正方形の一辺の長さと、この斜線部分の面積を求めなさい。2問ですね、考えてみてください。はい、ではね、解説していきます。まずはですね、方丈線をね、ちょっと引いていきたいと思います。まあ、ここね、中心と接点結びますが、ここの中心と接点も結びましょう。そうするとですね、四角形 BG、ここ O としましょうか。四角形、この BGOF がですね、正方形となります。なぜ正方形になるかと言われたらですね、今ここ90度、ここ90度。で、もともと四角形 ABCD が90度なので、4つの角形90度になりますね。で、さらに、この円の半径ね、等しいですので、この隣り合う辺の長さが等しいと。隣り合う辺の長さが等しい、長方形は正方形になります。なので、ここ正方形になるわけですね。で、そうするとですね、こっから何がわかるかってことなんですけども、この BD、この正方形 ABCD の対角線ですが、この BD の対角線上のところに O もね、必ずきます。なぜならば、この四角形 FBGO はですね、正方形でね、ここね、45度になりますね。ここね、半分で切るわけだから直角二等辺三角形になります。で、もちろんここも45度なのでね、この B と O と D をね、一直線上にあるっていうことがわかります。で、さらにですね、今ここが半径が1なので、ここ1になってるわけですけれども、こっから BO の長さ求めることができますよね。今、BG の長さは1なので、先ほど言いましたけど、三角形 BOG っていうのは直角二等辺三角形になります。そうすると、1対1対ルート2という比によって、この BO の長さが、ルート2と出るわけですね。こっからここはルート2と出ますよと。したがって、この正方形 ABCD の対角線の長さが1たすルート2と出るわけですね。この正方形、A, B, C, D の対角線の長さが、ここはね、1たすルート2と出るわけですから、そうすると、三角形、この B, G, D、あ、すいません、三角形 B, C, D は直角二等辺三角形なので、ここが1対ルート2になるんですね。したがって、この B, C の長さというのが、1たすルート2かける、ルート2が1になるとき、ルート2分の1倍しますよね。したがって、ルート2分の1足すルート2という風になって、あと分母分子、ルート2倍すれば、有理化します。そうすると、2分の、括弧1足すルート2かけるルート2という風になりますので、ルート2足す2ということで、まず正方形の一辺の長さですね。これ2分の、ルート2たす2という具合に出ます。はい。続いて、斜線部分の面積になるわけですけれども、これはですね、うまく分けてあげます。どこで分けるかということなんですけれども、この FH、ここを引っ張ります。で、今、角 ADH って、もちろんこれ、四角形 ABCD が正方形だから、ここ90度になりますよね。ということは、この EH が直径だってわかるわけですね。こう、ここのね、直径に対する円周角っていうのは90度になりますよね。こう90度になったら逆に言うとここ、ここが直径だということも言えます。で、そしたらですね、ここの面積ですが、この三角形 EDH、この面積と半円、E、E からこう、ええってね、この半円ですね。この半円を足したものという具合にして考えてください。求めたい面積は、この直角三角形 EDH と、この半円、この EH を直径とする半円ですね。これを足したものが、求めたい面積になっているということですね。で、したがってですね、まずは、この三角形 EDH ですけれども、ちょっと角度に注目すると、
今ここ45度なので、もちろんここも45度になります。これ平行線の三角等しいで、ここ半径等しいですから、三角形 EOD っていうのは、直角二等辺三角形ってわかります。ここは45だったからここも45度ですね。ということなので、ここ1対1対ルート2なんで、これ ED の長さルート2とわかります。で、また DH の長さも三角形 DEH は直角二等辺三角形なので、DE と DH は等しいのでルート2なんで、ここルート2、ここルート2という風になって、で、そうするとこの面積はルート2かけルート2かけ2分の1で求めることができて、で、あとはこの半円ですけれども、半径が1で分かってますから、そうすると、半径かける半径かける π かける360分の180度、つまり2分の1ですね。したがって、これを計算して答えが1たす2分の π という具合に答えが出るよということになります。このね、直角二等辺三角形で半円を足したものというふうに分けてくださいということでした。分かったかな？以上で解説終わります。では。